こんばんは。聞こえますか？おお。こんばんは。語ることある？ないよ、別に。俺全然悔しくないし、今回。いや、すがすがしい気分だし、逆に。本前みたいなな、ちょっと、もうちょっと本当だったらみたいなの方が俺は悔しいんよ。こんぐらいな、バッサリ外れたら全然悔しくないんご。負けは負けよ、分かっとる。それは真摯に受け止めるけど、別にそこまで悔しくない。震えてんぞって、プルプルって。今回はまあ逆にねって、すがすがしい気分で折れるしやろ。あんなん買えません。無理な。買い方がどうとかいう話じゃない。俺は馬単のはずだったのにって。ちな全部着外な、俺が買った。クベルよ、やっぱりクベルやった。サインあったんよ。 3着は分かってたんだって。本当だったらワイド買わなきゃって。震えてるよって。前俺が敬愛してる、お前あのスーファミの人とか、お前もう引退してしもたが、今回のハズレで悲惨やったと。前のでもまあまあ悲惨やったけど、そこでお前スロット打ちに行かなきゃって言って買って、サザンアイズのシー積もって、なんか軍資金ができたけん、エリザベス上杯でやるんごってやって、今日爆死しとったわ。チャオですって。マジかって、死んだ。引退しますって書いとった。トップに。ああ、あって16でもワイド取っとったけんな。ただそっからのが赤い鳥やったけん、死んだだけで。あの、なんか、馬券王くんは16押しとったんよ。かわいそうって。まあ、俺は、引退戦がね。JC で元気復活しとるよ。頼まいって。マリさん引退してた。教科書役に立ったらまだ読んでない、全部。今、メガテン忙しくて。あったぐらい。もうええわ、今回はもうしゃあない。あんなお前339万ぞ、100円がありえねえよ。取れるかこんなもんって班長になったわ。今回しゃあない。お前らもう煽れんじゃろ俺のこと。これ絶対ほら買っとってやってましたとかいうやつに煽れるんならまだしも。ルメールの副賞。まあでも俺レイパパレ切ったんはまあまあセンスあったんちゃうん。あのルメカスとレイパパレを。バッサリ。そこまででやったな。俺の巧妙は。まあこれにてちょっと次回ルメカス買ってやろうかなっていう気分にもなってきたわ。せやな。荒れるエリジョとは聞くけど、ここまで荒れるんかって思ったわ。まだマシの話してたぞって。ウィンマリリソ。お前らの言ってたこと本当だったって。ブービーだったわ。ここまでとはな。おお。次グランアレグリア。俺マイルチャンピオンシップはグランアレグリアからの3連単狙いに行くで。ガチガチに予想して3連単取ります。ここでようやく俺の3連単が始動する時が来たんやで。グランの単勝など買えん、俺は。全部切ってワイド当たりました。よう当てれたな、あんなんのワイド。いや、俺、ウィンウィン馬券とか思いよったんが、恥ずかしいですわ。ウィンキートスとウィンマリリストの。ウィンウィンって、にちゃーってなってた、仕事前に。蓋を開けたらどうであるって。ワイド難しい。大丈夫やろ。絆絆よ。グラン落ちてる。本当？不安だらけやったって。赤赤馬券。いやー赤い鳥も何やったやろな、あの週刊賞の激走馬じゃ。グレナディアガーズにシュネルか。
夢が広がるねって。まあいいや、俺はあの狼男倒さないかんのや。